皆さんこんにちは、マッツーこと松田よしきです。今回も前回に引き続き今話題の e スポーツポケモンユナイトに挑戦します。2ヶ月にわたってプレイしているポケモンユナイトは12月22日に ADS ホールで開催される名張市政施行70周年記念事業企業対抗 e スポーツ大会の競技種目にも選ばれています。そんな企業対抗 e スポーツ大会でプレイされるゲームモードは今まで紹介した5対5のスタンダードバトルではなく3対3で戦う特別なマップゼフィオパークで行われます。これまでのマップとは全く異なる地形や動く歩道、ゴールは2つしかないなど特別なルールが盛りだくさん。来る12月に向けてぜひ一緒に予習しましょう。イースポマニア。ではこの特別マップゼフィオパークで3対3やっていきましょう。このね、早速動く歩道、梅田の駅とかによくありますね。あの動く歩道をうまいこと使っていくのがこの3対3ゼフィオパークの大事なところみたいです。さあ、うまく AA キャンセルも使いながら相手のレディバも倒してヒマナッツも倒していきます。皆さんはこの動く歩道を乗ったら止まって移動する派ですか、歩く派ですか、ぜひコメント欄で教えてください。お、真ん中にケーシーがいますね。このケーシーはね、経験値がたくさんもらえるポケモンですが、こうやってテレポートで逃げるので逃がさないようになるだけスピーディーに倒したいけど逃げられそう。いやー、逃げられた、いたいたいた。よし、そして味方が、お、上ルート左上に行ってくれています。じゃあせっかくなんでちょっとそっち合流して要素エナジー溜まってるのでゴール決めていきましょうか。さあ、今この左上のマップの時間が表示されていますが、これはこの3対3特有のルールですね。味方がゴールした後、一定時間の間ですね、自分がゴールする得点が2倍になるわけですよ。さあ、そして一番のポイントがこの後残り3分になった時ですね。残り3分になると中央にあるポケモンが出現します。さあ、皆さんおなじみのレジギガスでございます。あ、相手のファイアローも来た。ちょっとまずいんで一旦引きますね。さあ、味方と集合。バーン。レジギガスはね、よいしょ、ポケモンをあまり知らない方でも知っているという方が多いんではないでしょうか。ちょっと体力がまずい、回復をしたいが、いや、いけそう、頑張れる、頑張れそうだけどここは一旦引きましょう。あー、待って、引けませんでした。よいしょ、よし、相手の要素エナジーを取って、味方も僕も結構レベルは上がってきているので、かなり苦しい戦いではありますが、この味方がゴールした後2倍を使って44ポイントを一気にゴール。これで88ポイント、だいぶ差は縮まったんじゃないでしょうか。さあ、残り40秒。よしよしよし、50ポイント貯まった。この倍のうちに、あー、間に合い間に合い、ギリギリ間に合うかどうか、間に合った、100ポイントナイスゴール。いや、我ながらいい働きしてるんじゃないですか。相手のうが、あ、この鬼しずぐも虫嫌い、大歓喜の鬼しずぐもと交戦しています。お、通常攻撃だけで倒せた。やっぱレベルが上がってるといいですね。残り7秒、2倍だから今のうちにこれで逆転できたかな。
さあ結果はどうでしょう。お願いします。お願いします。だいぶリードされて逆転勝利。よっしゃー、素晴らしい。3対3、おそらく最後の一気に攻めたのがいいように転じたんではないでしょうか。こんな感じでね、普段の5対5のバトルとは全然違うルールにはなっていますが、やることはやはり野生ポケモンを倒して、バフのかかるポケモンを倒してゴールを決めていくと変わりませんので、12月の大会までにこの3対3もしっかり体になじませて頑張りたいと思います。3対3でのゼフィオパークでの戦い、いかがでしたか。いや、3人しか味方がいないので、やっぱりより味方との連携が必要になってきますよね。その中でも今回中盤以降ぐらいまでかなり押されていましたが、本当に最後の最後で味方と連携して2倍のゴールをたくさん決めたりして一気に逆転勝ちできたのがすごく爽快感があって気持ちよかったです。やっぱりね、こうやって一気に得点が入る、得点が入りやすいというのも3対3の楽しい魅力の一つではないでしょうか。ポケモンユナイトは誰でもスマートフォンや任天堂スイッチで遊ぶことができるので、これを見て興味が出た人はぜひダウンロードして遊んでみてください。それでは次回の e スポマニアもお楽しみに。この番組はおきつも株式会社の提供でお送りしました。ロケットが発射する時の炎は約3000度、発射台を熱から守っているのはおきつもの塗料です。未来への大冒険に安全を、おきつも株式会社。あっちどっちそっち ABS